1996年8月9日、初代牧場物語がスーパーファミコン専用ソフトとして発売され、大地のようにたくましい第一歩を踏み出しました。 GB シリーズはこの後もヒットを続けていきました。任天堂64ソフトとして発売された牧場物語2はファンの間で最高傑作と呼ばれています。この牧場物語2をベースに、タイトルやストーリー、キャラクター設定を変えて発売されたプレイステーション版牧場物語ハーベストムーン、そして多くの女性ファンのリクエストから生まれた牧場物語ハーベストムーン4ガール、さらにゲームボーイアドバンスでは牧場物語ミネラルタウンの仲間たち、牧場物語ミネラルタウンの仲間たち4ガールが発売。牧場物語2から生まれたこれらのタイトルはいずれもヒットを記録し、 PSP で牧場物語ハーベストムーンボーイ&ガールも発売されるなど、予想以上に息の長い作品となりました。他にはプレイステーション2で牧場物語3ハートに火をつけて、牧場物語オーワンダフルライフ、ゲームキューブで牧場物語ワンダフルライフ、牧場物語ワンダフルライフ4ガール、牧場物語幸せの歌、牧場物語幸せの歌4ワールドなど、さまざまなハードでシリーズを展開しております。これからもまだまだ続く牧場物語シリーズ、ご期待ください。